よしき、グレイメンバーと熱い抱擁。ドームで、後輩の20周年を祝福。本日5月31日に、東京ドームで行われたグレイのワンマンライブ。20th アニバーサリー、ファイナル、グレイ、イン、東京、DOME、ミラクル、ミュージック、ハント、フォーエバーに、よしき、X、ジャパンがサプライズで登場。グレイのメジャーデビュー曲で、作詞を、よしき、作曲を、よしきと拓郎が手掛けた、レインをコラボレーションで披露した。アンコールでよしきが登場すると、ドームは騒然とした状態に。しかし、よしきが、RAIN のイントロを奏で、テルが歌い出すと、感動的なムードに包まれた。今回のコラボレーションは、グレイメンバーからのオファーによって実現したもので、よしきは、アメリカで行っている X、ジャパンのレコーディングを中断して、急遽帰国したという。レイン演奏後に、タクローは、20年前ライブハウスで人気もなかったグレイをこんなに祝福されるバンドに成長させてくれたよしきさんに、なんとお礼を言っていいかわかりません。よしきさん、抱きしめさせてくださいと、感謝の思いを込めて、よしきをはう。続いて、テル、ジロー、久しもよしきを抱きしめた。なお、音楽ナタリーでは、グレイの東京ドーム公演の詳細レポートを後日掲載する。また、よしきは、8月14、15日に、東京グランドハイアット東京グランドボールルームにて、ディナーショーを開催することを発表。彼は、今年第2回目となるディナーショーですが、去年とは、また一味違う、素晴らしい時間を過ごしていただけるよう、精一杯取り組みたいですと、コメントした。このディナーショーは、フレンチのフルコースや、よしきワインを味わいつつ、X、ジャパンやよしきソロの曲を楽しめる、贅沢な内容となる。ネット上の反応。グレイ最高でした。東京ドームは特別。よしきの登場にはびっくり騒然。ありがとう。素晴らしい夜を。本当にびっくりした。そして本当に最高でした。グレイ、ルナシー、X ジャパン、俺は、こいつらの曲聴いてるだけで何でも乗り越えられる。